よ。残念ながら選挙区 1.3% です。過信にも合意もかかりません、非常に残念な数字でも、おそらくどうあがいても 2% というような数字は出てこないです。もうさすがにちょっとは伸びたとしてもこれは無理です。もう比例で 2% 超えないとどうしようもできないという状況に来ておりまして、ちょっとガーシーの当選が確定したとしても政党要件を失う恐れが今来ておりまして、とにかく、当選が確定してもちょっと申し訳ないけども万歳はしません。意外に厳しいですね。都市部は強いと言ってもさすがにこの 1.3% 2% を超えるような数字を叩き出すことはなかなか厳しいなと思っています。これはもうちょっと僕の完全に予想外の数字が出てきております。もうこの時点で明らかに失敗したと言えると思います。いずれにしてもちょっとじゃあ比例の開票を待ちますので一旦下がります。選挙区も一応見てみようか、暇やから。はい、1-9-4-5-9。あ、はい、浜田16286。なんかめっちゃ拍手が増えてるぐらい、せーのと。おおおえ、もう一回言うて。おお、いいですね。ワンチャンあるぞ。ちょっとワンチャン出てきた。ちょっとこっち期待しながら行きましょう。北海道だけだけど、そもそもの北海道が全然取れないっていう予想だったんで、よし、ちょっと期待していきましょう。はい、北から出てきます。はい、青森行きます。はい、青森行きます。千葉行きます。はい、ちょっと待って、一応、朝日新聞はガーシーと岡君だそうです。とにかく 2% にこだわりましょう。もうね、はい、う議員1人生まれるのと 2% 超えるのでは影響力は10倍は違います。NHK 党一議席、NHK さんも来ましたね。おー、はい、よかった、ライブ。とりあえず、ガーシーにつなげましょうか、ね、はい、さあ、ガーシー、バンザーイ、バンザーイ、ガーシー、公開いいやね。びっくりしてますよ、でもほんまに。本当に疑心暗鬼の立花さんに乗せられながら、気づいたらいろんな暴露を全部先に書きましたので、いろんな問題もいっぱい起きまして、昨日のあれったら俺の電話番号までさらされて、ありましたけど、でも立花さんについていってよかったなって今では思ってます。何よりこれを応援してくれたね、視聴者やフォロワーや国民の皆さんが、俺はほんま俺のことを教えてくれたなってめちゃめちゃ思ってます。俺の力なんていうのはほんと何もないんで、こっから先だと思うんですよ、やれることっていうのは。当選して終わりじゃないんで、こっからスタートなんで、みんな見といてください。ほんまに国会に出てるおっさん議員全員叩き起こしますから。はい、きっちりやったります。お目当ての敬語も使わないし、関西弁でバリバリ行くから。戦々恐々、いろんな企業家や芸能人の方々、それぞれみんな確保しておいてください。やっと選挙終わったから、こっから行きますよ。一切引かへんから、立花さん、結構入れてください、ちゃんと。いや、もちろん、もちろん。議員にして、後悔とか戦闘にください。ああ、もう全くそんな、いや。今日、今頃、激しくしてるやついっぱいおるやろな、思う。これだもんね。どんだけ俺がおとなしくしとったか、この選挙で。これからみんな僕のこと、先生とかなくなったら大変ですけど。いや、本当にありがとうございました。皆さん、遅い時間まで大きいです。お疲れ様です。もう昨日も叱られて、どうしよったら思って、もう電話番号が探してもって、悪気はないんやけど、もうガーシーにもこの年になってこんな叱られることなかったから、やっとちょっとね、お返しができて、はい、はい。